母さん。お、起きた。あ、ごめんなさい。私、この曲って。お、知ってる？懐かしいなと思って。でも真帆ちゃん世代じゃないんじゃない？この曲聴いてるとさ、汚ねえ町中華のカウンターとか、飼ってた猫のお気に入りの本棚とか思い出すんだよね。へへいい曲だなって。てるやつあるけどね、うん、でも上出来。イエーイイエーイ。ねえママ、なんで私って魔法って名前なの？あのね、ママ本当はね、魔法がお腹にいるとき不安だったの。ちゃんと育てていけるかなって。でもね、生まれたばっかりの魔法を抱っこした時、まっすぐママの目を見てね、笑ったの。その時、ああ、私はこの子のために生きてこうって思ったの。私？うん。魔法のために強く生きてこう、生きなきゃって。そうなの？今でもだよ。魔法はね、魔法みたいにママに力くれるんだ。魔法の魔法？さ、
ではまず自己紹介をお願いします。はい、私の名前は高瀬真帆です。愛って未だに私にはよくわからない。大事な記憶は漫画のコマとコマの間の出来事みたいに抜け落ちちゃうこともあるけど、一つわかったのは、それって誰かと誰かの間にあるものなのかもしれない。マホ、おかえり。母さん、ただいま。